はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。龍源坂昇です。さあ本日なんですが、鳥獣武者デッキをね作ってきたんで、新しくやってみましょう。男の中の男、権現坂昇がね、新しいキャラクターとしてデュエルリンクスに実装になりましたので、まあ彼が使うデッキというのは鳥獣武者というね、こういうテーマなわけですよ。まあ、デュエルリンクスには元からねたくさん実装されていたんですが、今回新しく追加されたモンスター何かって言いますと、鳥獣武者ビッグ弁慶です。権現坂といえばねビッグ弁慶みたいなところあるんですけども、このモンスターは、召喚特殊召喚に成功した場合に、守備表示に、まあ、守備表示が表示形式を変更できるよっていう効果で、このカードが、モンスターゾーンに存在する限り、自分のフィールド上の鳥獣武者モンスターは表側守備表示のままで攻撃することができると。でその場合、そのモンスターは守備力を攻撃力として扱い、ダメージ計算を行うということで、まあ基本的にはその鳥獣武者っていうのは守備表示でぶん殴っていくっていうことができるわけですから、まあこれはメインデッキに入るその守備表示で殴れる一番打点が高いモンスターですね。ちなみに今のところの、鳥獣武者モンスター、全員の守備力を上回っております。一番こいつが打点が高いです。3500なんで、ブルーアイスが上からぶん殴れますし、はい、めちゃくちゃ強いです。でですね、このモンスター何の耐性もないんで、まあどういう風に守っていくかっていうと、まずね、影帽子ですね。これ影帽子は、墓地から除外すると、まあこれ単位ちゃうんですけど、名称単位ちゃうんですけども、墓地から除外すると鳥獣武者モンスターの効果の対象になった場合、そのカードを、無効にして破壊するよっていう効果を持ってるんですよ。しかもこの効果は相手なんでも発動できるという書いてあるんで、これで月の書とか、ああいう対象に届け、因果生産とかそういうカードをから守っていくという。とにかくですね、対象に取るカードが多くて、しかもなんか月の書めっちゃ入ってるんで、めっちゃきついんですよ、月の書。裏側にされると、これ表にするのすごい大変なので、しかも反転召喚したら攻撃表示になっちゃうし、でしかも反転召喚にはこれ表示形式変更するっていうことは対応してないんで、これね、ほんと裏返すのだけマジでやめてほしいんだけど、なんとかして頑張ってね、戦っていくっていう、そんな感じになってますね。で、出し方ですね。ビッグ弁慶、これレベル8なわけですよ。レベル8の機械族なんですけども、出し方は、まあ、鳥獣武者のデッキがそもそもやっぱ魔法トラップカードを入れにくいので、まあ、どうやってやっていこうかなと思ったときに、まあ、これ、ちなみに、エキセントリックデーモンとか、これ相性いいです、これちなみに。鳥獣武者とはかなり相性が良くて、これはペンデラムスケールの効果で相手のカードをサイクロンできるんで、これとかはすごい相性がいいんですけど、今回はまあ影帽子を使って出していく。これはね、自分をリリースすると、手札から鳥獣武者出せるっていう思ってるんで、これとこれが手札に揃えばまあ一応出せますと。それからあと第8ですね。第8、で仲裁持ってきて、で仲裁リリースすればいいんで、であと仲裁引いてればなんか適当な鳥獣武者なんでもいいんで、意外とビッグ弁慶の出る確率めちゃくちゃ高いんですよね、このデッキ。とりあえずビッグ弁慶は出るみたいなデッキになってます。で、影帽子を墓地に送ることもできるし、ビッグ弁慶を墓地に送って特殊召喚することもできるんで、フォートレスを一応2枚入れました。機械族だし、はい、あとはもうほとんど変わんないですね、今までの鳥獣武者と。基本的にはまあシンクロを狙っていくこともできますし、鳥獣武者でぶん殴っていくっていう、まあ、そんな感じのギミックになってますね。でグローブですね。グローブさんね、一応ね、まあ入れたら防御弾になるし、まあ、強いとは思うんですけど、シンプルにこんなカードでゼロにしたところでなんかそんな勝てない感は一応あって、まあ、最初入れてたんですけどね、俺これなんかね、あんま強くねえんだよなって思ってて、しかもバウンスとか除外とかすごいいっぱいあるから、今環境的にデッドレシーン簡単に出てくるし、あとあれよ、ハーピーいっぱいいるんで、なんかこれ初動でこいつセットするのめっちゃ弱いんですよね。なんかすごいワンキルされるんですよ。こいつ墓地送ってくんないから、みんな。だから、今回は心構えにしましたね。心構え、これ戦闘ダメージ受けると一応出てこれて、戦闘効果破壊されないよって思ってるんで、これでなんか、なんとか守っていくみたいな感じの、ギミックにしました。はい。まあ、一応、弱くはないんで入れてもいいと思うんですけど、なんかそ俺がランク戦やってると、なんか無限にこいつ墓地行かなくて、なんか全然無理だったから。はい。ということで、まあなんかその、環境的には入れたければどうぞみたいな感じですけど、僕はなんかなくても別になんか、どっちにしてもワンキルされるんだったら、影帽子リリースして、ビッグメイケ出した方が強いと思ってるんで、はい、そんな感じのデッキになっております。で、前から思ってたんですけど、鳥獣武者って男の中の男、権現坂が使うデッキにしてはさ、陰キャすぎない？これだけもう、守備表示で殴るっていうのは男なのか、それは果たして。よくわかんないけどな、まあ、やっていきましょう。デュエル。スタンバイ。
さあ、お相手の方全力で倒す。僕に勝つつもりですか。時空を超えた戦いです。スリーキュン、よろしくお願いします。デュエル3倍。何言ってだろう、まあオーパーツだろうな。スリー使ってるっていうことはオーパーツもなんかもう見なくなりましたね。もうあんまり見なく、あ、ね、オーパーツだ。召喚に成功したネブラディスクの効果発動。早いけどね、結構ネブラディスクカード1枚を手札に加える、はいはい、でネブラからのサーチモアイかなんかですかね。あのネブラディスク1枚から一応エクシーズできるんで、オーパーツ割とぶっ壊れてると思いますけどね。あのスキルの補助があるから。お、長いね。そんなに考えます？ネブラ召喚してモアイ、結局モアイかい、結局モアイかい。てかモアイ、あれやろ、あの骸骨入ってんのかな。一応先骸骨の方がいいと思うんですけどね。骸骨持ってきて骸骨でモアイ持ってくるのが一番圧縮にもなるし、墓地に3送れるから、まあ、デッキトップでボーン引いた時にあのランク3できるんでいいと思いますけどね。ナンバーズオーパーツアトランタル、なるほど。でこれでランク6、これ半分もですか。これいきなりライフ半分。いきなり俺ライフ半分。あ、フォーカスオースか。なるほど、まあ、それはいいや。それはいい、セット、なるほど。そこそこ強そうな動きだな。ドロー、仲裁、なるほど。仲裁、なるほど。仲裁、なるほど。影防止もねえんだよな。これ初動止められたら結構そこそこ終わるハンドではありますが、まあ、一応フォートレスいますし、なんとか、ね、岩投手召喚、岩投手、いい声してるぜゴンちゃん。これ一回ホラがいいかな。一回ちょっとバック踏んでからいきますか。モンスター、一回バック踏む説ある。バック踏む説で、ここで特殊しましょう。主典同時特殊か入りましょう。俺はレベル4の岩投手にレベル2のホラがいいよ。チューニング、神々しい、いざ出陣。レベル6超獣神器主典同時、いい声してるな。いい声してんな、めちゃくちゃいい声してるな。でこれで岩投手で投手、まあ特殊して投げれるように、まあ一応ホラがいいですかね。ホラがいい持ってきましょう。あのね、難しい、まあ、こっちの特殊使ってくるでしょう、ね、フォーカス操作一回踏む、はい、フォーカス操作一回踏む、はい、OK。 で2体並びました。でホラがいいを持ってきましょう。特殊して仲裁での効果でぶん投げられる方がいいと思うんで、まあダブルホーンでもいいけど、ホラがいい、ダブルホーンだと一応ホラがいいがデッキの中残るのか。難しいですね。ホラがいい、ホラがいいでもいいか。どっちにしよっかな。まあでもホラがいいか。ダブルホーン残しとくか。一応もしかしたら弁慶2連打するかもしれないしな。これ持ってきてでホラがいい特殊で仲裁つけましょう。まあそれはやるしかないですね。でホラがいい特殊効果無効になりました。レベル5以上のモンスターの効果を無効にできるんで、フォーカス操作はフリーチェーンで、で仲裁特殊で、すいません、装備でホラがいい。これちなみにサルトビーっていう超獣武者シンクロモンスターがレベル8なんですけど、8くれば出せます。ちなみにビッグベンケいるんで、レベル8超獣武者ビッグベンケ召喚ムービーをどうぞ。動かざること山のごとし、不動の姿今見せん、超獣武者ビッグベンケかっこいい、かっこよ、かっこよ、かっこなさい。でまあ、つけますか、まあ、男ならつけるでしょう。男ならグレートウォールつけろ。ゴンちゃんだったら絶対つける。俺の名はゴンゲンザか。守備力をバトルだ、バトル4700でアタック。このモンスターは守備表示で投げることができる。あれ主典当時ってこれさ、効果でさ、あれなんだ、守備表示でぶん投げることができる。え、これ無効になんないの。なんか俺フォーカスフォースで無効になったらなんか守備表示のまま攻撃できないと思ってたの。できるんだこれ攻撃で。サイクロン何
まあいいだろう。サイクロンくらい僕にターンを終了するぜ。ちなみにレベル10のねシンクロモンスターもいてね、スサノオって言うんですけど、超常者スサノオが来たらね、ビッグベンケイとホラがいいで出せます。結構ね簡単なんで、ビッグベンケイ自体出してくるのは、第8がイコール第8イコールビッグベンケイだったりするんで、なんで第8とホラがいいで、主天王陣も出せますし、ビッグベンケイとホラがいいでそのスサノオってやつも出せます。多分そろそろ来ると思います、シンクロモンスターなんですけど、レベル10のね超獣武者のシンクロモンスターは多分そのうち来ると思うよ。手札から、はいはい、スカルね、オッケー。スカルで、オーパーツモンスターをサーチ。オッケー。オーパーツモンスター1体を手札に加える。次のボックスとかに来るんじゃないかな、超獣武者。超獣武者って結構ね、もともと無課金救済できちゃったんでね。モアイやば。これまたあれか？レベル、レベル4全然大丈夫だから、レベル5、守備力で投げるんでね。攻撃力ゼロにされても全然大丈夫なんで、フォークキック全然効かないんですよ。あ、フォーカス、フォース。これもしかしてアトランタルまだ入ってる？これアトランタルまだ入ってんの？もしアトランタル入ってたら普通に上から殴られるんだけど、はい、あ、入ってんのかい入ってんのかい、入ってんのかい、やばい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 、やばすぎる。いくつだって4000 打点負けしてんじゃん、嘘でしょ。やばいやばいやばい、痛い痛い痛い、貫通能力もあんのかい、痛え。ドライ第8来た、第8来た、4000だろ、4000超えればいいんだろ、まあ、フォートレスで超えることもできるが、いやフォートレスこれさディフェンスチャージってさかける200だから、シーニング8、あ、大丈夫だね、多分大丈夫だ。これつまりこうして、つまりこれ新たに4300になるんだ。これは第8の効果を発動、守備、守備表示にすることによって超獣武者ソウルを手札に加えるぜ。そして超獣武者ソウルは守備表示に攻撃表示だ。で仲裁を装備、そして超獣武者仲裁の効果発動、リリースすることによってデッキから再び現れろ。レベル8超獣武者ビッグビッグうおー、そして最強スキル、あ、それ言え、最強スキルディフェンスチャージ発動、攻撃力800ポイントアップバトルだ、おらー脳筋力対決だ、俺様の勝ちだ。ビッグベンケやめんなよ、ビッグベンケやめんな、ブルーアイズビートしてる暇があったら第8ビートしろ。おっしゃー、動かずして勝つ、これが我がドンゲ坂道場不動のデュエルの真髄。さあ謎に4連勝しております。妖精ロストトルネード、なにーカードに選ばれし男、待たせたな、デュエル本日のデュエル主役登場、さすがですね。これはや、これハンド弱っ、どうしよう、いやーこれどうしよっかな、これどうしよう、これどうしよっかな、めちゃくちゃきついなこのハンド。武蔵出して回収しとくか、武蔵出して回収、うーんそれあんま、武蔵出して回収、武蔵出して回収して、武蔵、いやこれむず、武蔵ビッグベンケ、こうした方がなんか一回武蔵ビッグベンケちょっとやりすぎな気がするんで、こうしましょう。で普通にこれ多分妖精獣でしょ、バウンされるんだよね多分。一応ビッグベンケじゃなくて間違えた、グレートウォール残しておこう。で第8持ってきて、仲裁持ってきて、これ何もできないから普通にビッグベンケしかないんだよね今。あれかな、ビッグベンケの横武蔵もこのこれするんだったらあれだったか、武蔵出したのだったかな、まあいいや。リュンゲン坂登るにちょっと迷いしかないけど、リュンゲン坂登るにちょっと迷いしかないんだけど、一応ちょっとこれでちょっとドヤ顔で演出します。一応出しとく、いやー出しといた方がいい説もあるけど、むずい。これ妖精獣相手絶対戻されんだよね、絶対バウンされんだよ、これ普通負けかな、これ高校1級最初セット、はい、カードを伏せるぜ、はい、
なるほど。あ、そんなにセットしちゃう。あ、そんなにセットしちゃう。そんなにセットしちゃう。あ、マジか。そんなにセットしちゃう。あ、光ってるね。いや、あるだろうな。あるんだろうな。さすがに。さすがにあるんだろうな。いたち風で全部無に帰されるんだろうなと思いながら。全部無に帰されるんだろうなと思いながら、思いながらもう一応救済持ってくる。ビッグ弁慶アルティメットフィートしていいですか。仲裁の効果を発動。フィールドの超重武者モンスター一体に装備する。はい、カナディア。なるほど。ビッグ弁慶ここでカナディアするってことは、これあれか、イタチ風じゃないのか。あれイタチ風ではない。なるほど。これワンチャンビッグ弁慶にスキル使ってぶん殴ったら勝てんじゃんよ。これ4100じゃんね、これね。ディフェンスチャージ、4100。ワンチャン、ワンチャンこれで勝ってしまえ。ユキャビッグ弁慶ですよね、ですよね。カナディアめっちゃきついんですよね。そしてちなみにこの月の初環境ガチできついです。カナディア、なるほど。これ妖精ロストトルネードじゃねえのか。なんでカナディア入ってんだろう。カナディアお前攻撃表示いたしかと使えないぞ。相性悪くねえか、カナディア。あのなんだっけ、超重武者って裏側にされるとめちゃくちゃきつくて、あの反転召喚でビッグ弁慶とか、やばいやばいやばい、しつけで揃った、まずい、やばい、右下で揃った、やばい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 、まあでも出てくるの一応1体か、言うて、まあ、1体だったら、まあ多分、あーでもこれ大爆発だったら死ぬわ、大爆発やめて、大爆発、あ、1つ目は大丈夫、危ない、1枚バウンス、これは1枚バウンスだから大丈夫、危ない、耐えた。耐えた。耐えた。オッケーオッケーオッケー、耐えた、一応耐えた。あのね、超重武者って結局多分守備表示殴れるんですけど、裏側にされるとやっぱその表側にすると判定召喚しなきゃいけないんで、判定召喚すると攻撃表示になっちゃうじゃないですか。ダメなんですよね。月の書環境がマジできついですね。月の書っていうカード禁止してくんねえかな。月の書とかカナディアとかそこら辺は禁止してくれないと、マジで超重武者活躍できないっていうね。まあ、一応月の書とかカナディアの対策に一応影防止を、影防止しかねえだろこれ。影防止しかないでしょ。影防止、超重武者第8。いやまたこれ次のターンもまたさバウンされるからさ、これ絶対影防止が必要なんですよ。もう第8の効果、そう、第8の効果はこのカードを守備表示にすることによって攻撃表示に変更し、でこれそもそもこれさ、こんな回りくどい、やる回りくどいサーチ方法必要だったのかなっていうのはあるけどね。召喚成功時サーチさせてくれよみたいな、で効果で守備表示にできるみたいな、これ攻撃表示のこと弱いんだよ。で第8をに装備、仲裁を、そして仲裁の効果発動、このカードをリリースすることによってデッキから超重武者1体を特殊召喚できる。これによって俺はもちろん超重武者影防止を特殊召喚、そして影防止の効果発動、このカードをリリースすることによって手札から超重武者ビッグ弁慶を特殊召喚。このデュエルの要、超重武者ビッグ弁慶、うわー再び現れろ。いや、そしてだな、これをつけるか、フォートレスを出すかなんだが、フォートレス出した方が打点的には高いな、こことここでマシンナスフォートレス一応影防止捨てるんで入ってます。影防止捨てたり、あとあの墓地に行ってもあのビッグ弁慶捨てて出てこれるんで結構強く耐えてます。行けマシンナスフォートレス、ワンちゃん勝ていける、かませよーやった。そのカード何、まあ対象体制あるんで影防止必要だったんです。実力者は俺とそんな変わんねえのによ。いやだいぶあなたの方が低いと思いますよ、ね、相手との戦いであると同時に己との戦い、心に乱れのある者に俺は倒せん。かっこいい権現坂さん、さすが男の中の男。俺は今よりさあお相手の方、覇王十代、俺のターンこれはもう影防止でいくしかないと思う。影防止、アルティメット影防止ムーブ、これ結構ね反応強いです。ちなみに第8の効果、第8の効果によって仲裁を手札に加えるぜ。
そして、岩投資の効果を発動。岩投資の効果超人武者第8に装備。そして仲裁を装備。仲裁の効果発動。さらに仲裁の効果発動。モンスター効果リリースすることによって俺はデッキから超人武者影帽子を特殊召喚。そして影帽子の効果、あ、岩投資の効果発動。岩投資の効果によってこれは次のターンのこと考えて一応シンクロできるんでお腹いいかな。で超人武者影帽子の効果発動。リリースし効果発動レベル8超人武者ビッグビッグ動かざること山のごとし不動の姿今見せん超事務者ビッグベンケーかっこよかっこドヤ顔エンド対象体制1回3500ドヤ顔エンドさあこれで次のモンスターはダークコーリン何ダークコーリン本物の覇王だったサンダードラゴンだと思ってすまんサンダードラゴンのボスをさ融合勝負マグやばいえいでよイービルヒーローダークガイアやばやばいの来たぞダークガイアやばいやばいうっそ俺の不動の守りを崩すとはそうだろう